シスターのマニマニどうもシスターの伊坂ひまごです好きな気持ちは隠せないですシスターの週末です そろそろ「雑ツと名乗ってよろしいでしょうか作家の橋本でああ全然いいですよそんな時別に俺らに「雑ツとか言うて別に何のプラスにもならへんと思うけど橋本君にメリットがあるんやった時いや全然もうじゃあ今日の夜から次いや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 全然いいですけどどうするのマーメイドが怒ってくるかもしれないんでいや大丈夫そこは大丈夫じゃあ俺テクニックと信用やしそういう問題なんだまあ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  あのちょっと俺最近さ皆さんあれ見てます愛の里ああまだ見てない見てないいいらしいね面白いよあやっぱえぐいんや年齢層高いのあれあの三十代とかでまあ上はもう六十とかもねへえあそんな上に60の恋愛見ることないやろないないないでさテラスハウスとかさ見てたらなんかまあその まあ普通に好きやから付き合いたいとかさ、うん、もうそんなんや,ん、うん、いやもうやけもう60の恋愛もそんなんちゃうのもうなんか <laughs> その好きだけどなんか <laughs>、うん、私はもう就活に向かってパートナーを探してるから好きだけじゃ付き合えないみたいななるほどねでなんかもうあの, <laughs> その若かったらさもうパッションだけでいけるけど、うん、確かにねそのもういろいろ離婚とか経てて、うんうんうん ね、もう子供も中学生、高校生の子供がいますとかそういう事情を抱えた大人たちばっかりになのよめっちゃおもろくて俺が一人もめっちゃ大好きな人って中さんっていうね人がおんねん、まあ、そもそもほんでなんか全員にあだ名ついてる最初からそのフルネームテラサウスとかでも本名みたいなの出てくるけど<ー>全員相性だけやねん<ー>みたいな相性,あの相性があって中、えー、さんとねうん、うん、みなねえっていう ほうほう 2>, こ2人ともこれ60代ね。ほうほうでもこれの恋愛がめっちゃおもろくて<う>あのえその皆姉は元ミスジャパンの人で,で、ね、60代かもうおばちゃんはおばちゃんやんけど、まあ綺麗なおばはんやねん。きれなおばはんでで中さんはのえ高校生の。ほうほう えー、娘さん2人高校生と中学生かな、うん、娘さん2人おってでめっちゃまっすぐな男やねははめちゃくちゃまっすぐはははそのなんか <laughs> その例えば告白するシーンとか、うん、なった時にまっすぐやからみんな,なんか、まあ、告白するシステムが金鳴らしたら。 その愛の鐘っていうのがあってそれ鳴らしたら今から告白タイムみたいな感じだけどこれ別にタイミング自分で鳴らせるから好きな、うん、同時に同じ人好きになったらさ、うん、そのこいつが勝手に鳴らされたら、うん、そのこいつがあ,あってなんねんああタイミングなくなったみたいになるねんけどまずその同じ恋敵のライバルに、うん、あの俺今から鳴らすからよ、うん、お前も鳴らしたかったらついてこいとか言って正々 <laughs> 堂々熱いめっちゃ熱いよ<ー>めっちゃまっすぐで。 でめっちゃいい人ね本当にでちょっととぼけたりすんねんけどおじさんで60のおっさんあそれがその皆ねに恋すんね六60のおばちゃん恋すんねんけどでその中さんはねそれぞれ事情抱えてるから高校生の娘さんおんねんけど離婚したんじゃなくて奥さんと死別してんねんそうそうなくなってででもその奥さんを別に愛してたからどうしても新しい恋愛に踏み切れないな でもう,そのもう奥さんどう亡くなってから8年ぐらい経ってんけど,<ー>どうも全然でも、まあ、その奥さんの声が聞こえて、うん、なんか「もうそろあなたも全然自分の人生だから新しい一歩踏み出してね」みたいな聞こえるみたいな。うんうん、でだからそれをのために今日は愛の里に乗り込んできましたっていう心持ちで来たんけど<ー>いざその、ね、みんなねちょっと好きやなってなった時に。 わでも奥さんのことやっぱ思い出してまうなみたいな俺はこの人好きになっていいんだろうかみたいなああ自分の中でねそうみたいな揺れ動くねでああでも全然できない恋したいけどこれいいんかなみたいなってでほんまにもう愛の里終わりますよって最終日らへんなった時にあかんでもやっぱ俺好きだみたいななって告白しようってなった時にその愛のね金を鳴らすねんけどその見うたらカーンってみんな鳴らすね普通に普通にこう 持ってガーンって鳴らすねんけど、うん、その中さんもいろいろ背負ってるもんがちゃうから、うん、<laughs> なんか <laughs> <laughs> すごい決死のすごい <laughs> でバ <laughs> ー,ーンって鳴らしてそっからまたもう一発くれそっからまたカーンってなんかもう決意の鐘やから、うん、中さんからした、うん、でそっからもう <laughs>。 もう止まらんくなって感情がだからもう動物園のオラウータみたいな感じ事やんもう金取れるんちゃうかってらそのシーンがちょっと迷信すぎてすごいなちょっと愛の里見てほしいいやでもんかと恋愛リアリティショーがさその途中からいやもうなんかちょっとちゃうなってなってたんや自分の中ででも最近めっちゃ聞くやん愛の里ええぐいってあとラブトランジットとかも聞くよねああこれやってる でも,もっクおすすめの恋愛リアリティショーってあの、うん、ザジレンマっていうのがあんねん。ほうほう見てる？あああれちゃう？う海外のやつ。<ー>海外のやつねけど、まああのまあ。 基本的にさ日本で入ってるのテラスハウスとかやか、うん、でテラスハウスって海外でもめっちゃ流行ってて、うんうん、で海外で流行ってた理由としては、うん、その日本人はさこういうドギマギした恋愛あるよねこのなんか思うようにいかへんこの切ない感じのやつあるよね、うん、みたいなリアルだねっていうのを楽しんでるやん、うん、もうじゃなくて外国人はもう。 なんかチンタラした恋愛してんな日本人っていうのでおもろいらしいね、えー、なんじゃこの恋愛みたいな。<ー>もっとガツガツ行けやストレートに言えやみたいな,なんか日本人奥手すぎておもろいなみたいな感じでおもろいらしい、ね。えー、で、はい、海外はもう全然そんなんじゃないからザ・ジレンマっていうのは、えー、となんかまあ南国の無人島に<ー>その男女66ぐらいで集められるん、うん、集められて、えー もう登場シーンが <laughs> からな <laughs> すごいねなんかな、まあ、今みんなそう何個から水着とか着て最初現れるん,んけど、うん、そのいい、ね、もうねもうホットガイ たちホットガイホットガールたちやからなんか出てきたときに「フー!」みたいな「なんはじめまして」とかじゃねえ「フーセックスしたいねこそんなに言うねん「いいね」みたいな「君すごいエッチだよ」とか「早くセックスしたいよ」みたいな伝え方がちゃうな全然チンタらしてる日本人みたいな「いいね僕今日は君と今夜セックスしたいねいいねやりましょう」みたいなもう女の子さんもうすごいねんほんでそのザ・ジレンマの1個 なんなシステムがあって、うん、その AI スピーカーみたいなの置かれてて、ピコーみたいなって、ふう、今から皆さんであのー、共同1ヶ月無人ト鳥で生活してもらうと、ふう、最高だぜみたいな、エッチしまくりだぜみたいな感じで、<laughs> ほんまに。で、ただし、一つルールがありますみたいな、<お>アレクサみたいなやつがしゃべん<お>ただし、一つだけルールがあります。うん 絶対にエッチははしてはいけませんおい <laughs> なんだよ <laughs> 地獄じゃねえか世界チャンスぎてめちゃくちゃおもろいでそれは海外やったらクーってなるやろなん <laughs> だよこれすごいなこんな仕打ちありかよみたいなホになんかほんまにその男はこのテンションやねんけど女の子は本当に最悪だわみたいなやっぱみんなそういう考えないん,みんなそんな感じじゃねん で、ジレンマの思いのが最初ねそのまえ、あ、というかえーと減額されてくる最初、えー、1か月間一切エッチせえへんかったらえ 初期1000万ぐらい1000万ぐらいをこれを全員で山分けするみたいなシステム、うん、だからちゃんと全員が金欲すればみんなでいい報酬もらってこの無人島出れるみたいなシステムやね、うん、まあ、あとは別に個人なので由やしな。で、いろいろ罰金の金額決まってて、i 愛 e もダメやねだって相手の体触るとかもダメ。あそれは少額やねんけど。うん チューしたら例えば20万ぐらい引かれるエッチはもう一発300万ぐらいみたいな額決まってて最初の方はみんなまあでもみんな賞金欲しいだろみたいなもう本当に我慢しようぜ本当俺たちその予定理性ある人間だからよみたいな1か月ぐらい我慢できるだろ俺だいなみんな協力しようぜみたいな言って始まっていくねんけど当然カップルみたいなのできんねんみんなそのホットガイイイとか言ってるぐらいのやつらかで その隠れてこの中とかするやつとか出てくんねん。うんうん、ほんなら翌日朝集会みたいな。集められて、その ai スピーカーからピコンみたいな。昨晩、昨日チューした人がいました。みたいなやったらおい。ふざけんじゃねー。えぞみたいな。うん、俺たちこんな我慢してんだみたいな、うん、で、最初もうそんなにむっちゃ切れてくんねんけど、うん。 どんどん全員破ってくんね全員あこれで注意だしてんねんか俺たちは守ってたらお前もかみたいな最初めっちゃもうバトルしててほんでほんまに固くなり守らへんまあ守る二人とかほんまにめっちゃ攻めたりすんねんけど最後の方になってきてみんな我慢できなんくなってきてみんなエッチしだすね全員エッチしだすねほんでもうもう賞金なくなりますみたいな手前まで来て。 すごいしたな。お前まで来てちょっとみんな聞いてくれちょっとみんな聞いてくれもうもうもうこんな額だったらいらねえよなみたいなこんな額だったらもういらねえよなみたいなってもう明日の晩もうみんなエッチしようぜみたいなその夜集まってみんな今日みんなでエッチしようみたいなみんなエッチしよう。 で明日賞金をなしでこの島を出よう。趣旨変わってすごいね。趣旨変わってきてなあの堅苦な守ってた2人お前らももういいもう。 お前らもエッチしろ。俺たちももうやって的だし。お前らももう仲直りしようぜ。みんなエッチしよう。みたいな。で、固くなりもみんな守ってた2人も。そうだな。みたいな俺たちもエッチした方がいいよな。っでもうエッチして。で、翌朝、ピコン賞金ゼロ円です。みんなエッチしたせいで賞金ゼロ円です。って 全員ちゃんとエッチしたならら素晴しいおもろすぎるすごいなそれめっちゃええなめっちゃおもろいよこれもうでもやっぱ今タイプ多いよなそのリアリティーショーのなんか元カノと元カレのやつとかも始まったやろその新しい恋を始める恋愛リアリティーショーみたいなそこにその前のカップルが「 だっていろんな組ので元カノがこれから恋愛発展していくとことかを生で見んねんでいやでもやっぱ今の気持ち捨てきれられへんとか男のやつが今なんか結構流行ってるらしい見たいけどグロいよネタフリがめっちゃ多いねそうやねラブイズブラインドって知ってる名前はラブイズブラインドはの本当に人は中身だけで恋愛できんのかだかってあて。 ずっとふすまみたいなとこでしか喋られない影だけ見えててほ、うんとに声とその性格だけしか分からないも<う>情報はもう絶対に見た目の情報は任されへん状態で <laughs> あの喋ってこの人好きかなみたいになっていざ告白しますってなった時にやっと姿形見れんねん、うんうん、そん時初めて見てないわってなったもんそれを。 なしやねめっちゃグロいリアリティショーグロいなそれ結局だってめっちゃいい段階でも最後で全部崩れてしまうかもしれない結局人が見た目は省けんのかってすごいななんかグロいことやっぱそういうのやっぱ見てまうよなグロいのって怖いもの見た人じゃないけどちょっとだから俺が企画されたらあれやりたいそのバチェラーみたいなんで女の人一人だけおってバチェロレってシステム ひ紐をかいたい女と紐になりたい男をいっぱい集めて誰が立候補してこれも自分がいいじゃないやこれの恋愛リアねでどの紐が一番勝つかっていうのの頂点決めたいな絶対おもろいなこれやってほしいねんなええな俺最近ね調べてんけど紐ってさ紐の定義ある 人によって紐の定義ちゃうくてひ何が紐やと思う例えば、うんえー、金銭面だから例えばその人の、えー、デート行く時に毎回お金を<ー>飯をおごってもらうのかが紐なのか、うんうん、えー、給料制でえ給、ー、料でもも、ね、給料制で人権を売ってるみたいな感じで。 何曜日この人のために開けるからの,その給料制で月10万円と10万もらうのかあ,あとなんかエッチするのかせへんのかとかああなるほどね彼女を作っていいのか他の女と遊んでいいのか<ー>これ人よマジでその俺でかラジオ特にで聞いていいろろチャットできるから<ー>人によって定義なんですかみたいな聞いた時めっちゃバラバラやね、うん、人によってエッチは絶対してほしくない別に男を作って、えー、か他で女作ってくれてもいい,いう人もょうし、ん、で いやお金を払うの飯だけですねみたいな。はんはんいや別に給料制でみたいな。人によってちゃうね。<ー>こ,のこの定義何うわ、ね、俺はもう、あのー、住む。あ<ー>あ<ー>、俺もでもそう,もう,もうその住みつがつ。あ<ー>転がり込んでその、まあ、家賃を払わないみたいな。その生活費を 払わない、うん、援助してもらう援助してもらうだけど別にバイトその紐のやつがバイトして個人的な私物買ってもいいけど、うん、その家にお金を入れないっていうことが俺は紐かなとは思ってるあーあーなるほどねうんだからそのメッシュは詳しいまけど例えばその服買いたい年とかは買ってくれないみたいなことでもなんか別に服買いたい年とかではないかなそのああだからほんまに生活費の援助ってこと、ね、そう,そう俺は生活費の援助が紐かな俺 おいやと思って,て俺はだからどっちかっていうと俺人権売ることを紐やと思ってて、はい、ああなるほどねそのだからその人がなんかしたいみたいなそうじゃあ一緒についていくそうだから時間が対価なのか肉体関係が対価なのかみたいなことやあ<ー>だから俺はだから人権を売ってるから別にエッチはせんでいいと思っててよ、うん、紐は、うん、でも女の子、うん、いやエッチはしてほしいですねみたいな <laughs> エッチはしやなあかんお,お前の紐の定いうわーエッチー ではないしなくてしたくないし,しないしないのがひもうーんなイメージあるなああそうだよ、ねうん、で俺はだからそのメシ、えーえー、とか全部生活費の援助してもらうあ<ー>でなんなら俺給料制ぐらいの持ってて俺の中のひものイメージははははでエっちしなくていい<ー>で外で彼女とか別に作って で女遊びをしてもいい<ー>これがひもやって、うん、でも女の人もいやこれはまじありませんみたいなだからさいわゆるか俺パパ活みたいなのをイメージしてた俺の中あ<ー>あ<ー>なるほどね、うん、それがひもやってだからホンにじゃ時間を相手に与えるって感じやなでこれ調べたらこれはひもじゃないねほ、えー、これゴ頃っていうね、えー、でその女性から巧みに金を巻き上げるして、うん、生活費とかを だ女性に金銭面の援助をしてもらって女性がいないとその生活が成り立たない<ー>依存してる男は自己恋。えー、でこひもはその、えー、調べたひもは、えー、恋愛関係の男女だから付き合ってんねん。ああ、えー<う>えー、そうなんや。ひもって付き合ってないイメージや、うん。付き合ってないイメージや。ひもはそのユビキピリ上で出てくるひもの定義を付き合ってんねん。付き合ってる男女で金金を、えー、あんまり払わないやつ。ああ<ー>、<も>なるほどね。付き合ってるイメージったわ。 あ、そうなのここにもズレがある。俺はもう付き合ってるイメージはなかったな。正直ないよな。ない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 もう紐は。紐付き合ってるイメージったわ。付き合ってて金払えへんやつ。え、だってそんな言うと芸人全員紐もや。あ、うそう。ああ、そっち派ない。そう。だから俺もそれ聞いて、紐芸人ってそもそも存在せへんなと思って、その。で芸人だって全員紐もや。確かに。確かに。そのなんか、その A には B を含むじゃないけどさ。その、芸人の時点で。 紐やから紐芸人っておるやん、うん、その例えばあのカラシレンコのソラさんもも,もともと紐モやってたんですよみたいな<ー>言うやんかえじゃなくてその芸人の時点で紐やんっていうだからその紐芸人がそもそも成立してないなと思って確かにそうやったらそうやんなるかなだからっていうお話ああいやでもそのそ<う>この話は面白い、ね、<う>でも興味深いなと思って<常>だから俺らが紐やと思ってるのは地頃やねそう,<ー>そう俺ら一般的に想像してる紐モは地頃で。で基本的にだから 付き合ってるやつがひもだから俺だってもうなんかその付き合ってるっていう関係が生まれてたらもうそれは別にああ<ー><う>なるほどねそうなんかまあカップルの,その特殊なカップルの形って思ってたわ。そっ俺もそ 今でもそれ言われてああってなったわ。だから、だから、だから、ほんまだから、俺は、だから、さんざひもになりたい、ひもになりたいって言ってるけど、これだから、俺性格な自己浪になりたいの。付き合いたくはないっていうこと。だから、このさ、なんかあの、その、俺だ、クズっぽいみたいなよう言われるからさ、どうせ、なんか世話してくれてるお姉さんおるんでしょみたいな言われんねん。そう、言われんねんけど、俺はおらん、ほんまにおらん。で、これを、その、痩せてますねの理論で言うとさ、は 俺に言うてくる理論で言うとさ、いや、言うてくるねえから、養ってくれよと思うね、俺は。わかる。ああ、で、なんか、あれよな、なんか、ちょっと皮かけてるみたいな感じ。いや、そう、なんか、俺、家計費、その、いや、もう、それなら、もう、スパッと言うてほしいよな。そうやね。その、なんか、いや、どう、どうせ、なんか、伊坂さんって、他にも、なんか、女がいるんでしょだから、私、行かなくてもね、みたいな、行っても、行かなくても一緒でしょみう。そう、感じになるんだな。その、そのさ、もう、この年になっても、け引きとかもしたのよ、恋愛とかも。 そうなんか俺だから例えばそのもう今付き合うってなっても俺はもう勝ちいくさの恋愛しかしないのか人生経験上100パー付きあえる子にしか告白せえへんしうんそうやからもうその駆け引きしたくないからそのもう単刀直入に言うてほしいねそのもうネタ見たことないです顔が好きです顔が好きです<ー>エッチさせてください、うん、でもそれそれはっきり言われたらあ気持ちがいいん、ね、でやりましょうってそのなんかもうそのなんか,なんか なんかどどうな何目的これはというっゆっくりゆっくりこ、ね、うするいやでも怖いでほんまにま、ね、これでそれが当たり前になっちゃったらほんま狂ってくるとででまあ、そうやね。ーだまあ正直ま,あそ、まあ、そのまともではないやんそのんこの形で出会うというのがのしかもまあ職種も職種やからなそうや、ね、まともじゃないからなそうや、ね、からやさらす、あのー、とかさやっぱ言われてたやん まあ、あの子は完全にボケで言うてくれてたけど、うん、そうだから、まあ、あるから、うん、るあのー、やっぱね実際にその文字として見る分はいいけど、うん、言葉としてくるものは全然違う確かにな一番怖いかもなさらすっうんうん、なんか俺だけあの晩寝れんやと思う、えー、普通になんかずっとドキドキしてたうん、うん 大丈夫あの広末さんみたいに言うてない気持ちよくしてくれたりと <laughs> いやただ俺もずっと「書いてない大丈夫書いてないよそれが怖いよなだからそのまとまともをさ、うん、俺正直見極めるセンスはないと思うね分からへんやんまあな、うん、さあ明らかに挙動とかもがおかしかったら分かるよ、うんうん、でもやっぱさその普通に女の子もバカじゃないから普通を寄せ合わないといけん とさ通れへんっての分かってるか普通を予想ってくるやん。ででも今までその晒されてきたね人たちはみんなその普通を予想ってきた人らに騙されてきたよね。そこのセンサが分っち側に入れられるの尺やけど。晒されてきた人達はね。されてやババババ。一歩手前まで一歩もう片足突っ込んだけどな。ここが分からんよな。でも勝利伊佐カはあんまノーダメージやと思うけどな。そのほんまよっぽど なんか人道からそれるようなことをせんけりゃまあまあ多分そんなイメージは崩れることはないねんうん、うん、でもさじゃ分からへんやんそのその俺をさその例えばネットニュースになったとして、うん、俺を知らん人は俺のこともちろんちってくれでもまあまあ俺知ってる人が言うて俺、うん、だ,だからほんまに何回も言ってる俺はブクロさんになりたいの、ね、俺はあ,<ー>さあれ最強やもんマジで確かにあれが一番最後大悟さんとかさだからまああれはなこの嘘つくことをや,やたら嫌うから 正直言ったううがいいもなであれちゃ自分から正直に言うんじゃなくてこう来たのに正直に答えるのほうがいいんちゃうずっとこうやってスピーカーしてたらやっぱそれをあいつって思うやつもいるやろうしんで俺はアシストしてあげてんねその俺がずっと損するのにないやでもお前もでも別にさそっちのモードで行けばいいやんもうだって やっぱさあもう今この切れ替わりのタイミングで今変えへんけん逆に今逃したらもうどうするあでも僕多分無理やなと思ったのが手売りの時にもなんか手持ちの扇風機当てられてるからねもう今あの汗かきすぎててそんな対象で見られてないでもそのやっぱお前はさ友達みたいな感じで接するやうんまあね あれむずいやんそのさエナマキシマとかさ若いからさ基本なんかもう自分で言ってた俺多分お客さんにめられてるみたいな若いっていうだけで基本的にだってもう俺らとか言ったらさ何々さんって来るやんやけどもうあいつら何々くんってちょっと一個ニュアンスちゃうやんなるほどね確かになそう別にくんって呼ばれるのが嫌なわけじゃないけどなんとかさんって呼ばれるラインにはおっときたいやん確かに確かにお前はんかちょっとそっちに踏み入れるとこに そどっちかつとそれ俺も多分週末くんやでああそうねだから何人かでそうやね、うん、多分そうやでだからもう俺は多分もう無理なんちゃう<え>そのあの多分見てないね <laughs> 見たないと思うやなそのこの路線の、はい、あのデブって見てられへんやろこのでこの俺結構なんか 割ととちょっとあすみたいなクールぶってるロン毛の手揺れの時ベチャベチャ汗かいてるデブって見てられへんねんやからもうデブの生きる道はほんまに匂いとかに気使ってホップに生きる <laughs> もうこれだけしか臭くなかい臭くない,くない,いうこそうあこのデブ臭くないって <laughs> そこまあそう <laughs> そういや確かにまあ深いかもな確かにだって俺もう同期 その綺麗なデブ探してるみたいに言ってたやんか、うん、やっぱそのあまたな同期のデブ探しててやっぱお前が一番臭くなさそうやったん <laughs> そうやねの他の同期臭そうやったやっぱその他人に不快感を与えとはいけないそうそういやまあ多少ね,ねそれなんか夏場とかなったら汗の匂いはするかもやろうけどこいつ横に俺んなのほどの臭さじゃないやろ確かにこいつ臭くはないもんだ、うん。うん その見た目がアレなだけで、そそ、うん、そうううデブはそこしかないね、生きる道が。深い感は絶えないってこと、ねこ。T シャツの下にな、エアリズム着るとか、エアリズム着たほうがいいですよ、うんエ。エアリズム薄いから、その汗の量と火、もう合わんから、もうピッチャピチャなんねエアリズムと、ね。だから俺は分厚めの T シャツ着てんのよ。でも安土さん。 てたやろそうだから安土さんはエアリズムを中に着てるから外の T シャツまで汗しみが出てくんねんめちゃくちゃ汗かくからでもそれってもう見た目からして不快感でしょ T シャツが濡れてるってことは汗かいてるってことだからだから僕は外にしませないように分厚い T シャツを持って行ってで一時期あれしてたよ組む前とかマッチングアプリで知り合ったデート女の子と行く時とかは中に分厚めの T シャツ着てで 夏場デートして汗かいたらそのシャツ中の T シャツコンビニに捨てて T シャツ買ってきてたそこまでしてたからんかわからんけど今のって犯罪とかじゃないよなあ T シャツ捨ててああ一家あってうちの家でさなんかあのなんかプランターなんか近藤が家庭菜園した言うてなんかあの土工程家でキュウリ育てるキュウリとトマト育てるってんで あいつ肥料の量ミスってとりあえず肥料なんかいっぱいあげとけばええやろうと思っていっぱい入れたらなんかもう栄養過多になりすぎてなんかめっちゃ臭い土ができて、うん、でこれもう臭すぎるなみたいなで俺の家、まある程度回数高いのでめっちゃ小林とか寄ってくるぐらいうさなってううもうちゃんと肥やしみたいな感じになったんやそう,そう、はい、みたいなって、うん、これやばいなと思って,ってどうにか捨てようかみたいな 近藤が公園に捨てに行こうとしてんけど調べたらその公園に土つ捨てるのは違法らしいねい、えー、危ないちゃってお前のそれもお前もしかして小さい犯罪ちゃうやろな<あ>コンビニじゃなかったかも <laughs> 家まで持って帰って捨ててた <laughs> <laughs> また、あ、大丈夫だけどな多分その、まあ、不法投棄じゃないからちゃんと応援がるかそうそうシスターのマニマニえまあ、ちょっとあ,っ、ね、あのー はお電話のコーナーいきますか。お電話ゲスト。嬉しいね。まあうん、その。伊坂んが選んでくれた人でしょう。ちゃんと。僕はあんまり。結構あなたのゲストは。身を切ってたと思うけど。あんまり。まあ、こいつ電話したくないねんけど。まあ、俺。そういう感じ。まあ、まあ、まあ。ちょっとお電話しますわ。で、夜から。 もしもし、運用、あ、どなたでしょうか。あ、えっと、痛い親友で。ああ、そうです。ああ、お話に聞く。痛い親友です。あのこいつは本当に痛くて、あの一回ね、あの満喫のさ、ゲーム実況あったやん。あった。ゲーム実況出て。 ねまああれコメントチャット流れてくんのやけど、うん、こいつはもう何が何でも呼んでほしいからスーパーチャットで500円課金していさかなんとかとかで送ってくんこいつは <laughs>、ね、何回も何回も送ってくんの <laughs> うちの,の子かうちのいたい友達ですお前お前の応援のためにあれやってもうから次の、はい <laughs> 次、携帯代バカ高かった、ね。<laughs> <laughs> そうなんだ、ね <laughs>。いや、こいつが。つったあこいつがあれです。あの、傘を、えー、そう、あのー、初対面の時に。はいえー、俺に、下駄箱で、雨の日、傘をね、こう持つ、栄、うん、をね、後ろに、ぶんぶん振って持つ。うんうん 持って俺にぶっ刺して謝られるんかなと思ったら下打ちされたやつね初対面が最悪なきど今となって親友になんかしらんけ親友にありましたすごいねすごい出会いだなあのあれですよだからこないだ出てくれた第二の母俺やろあのお母さんの子供ですああだからな話聞いてたらな俺もそうなんかな3日そで出てくれましたうれしいねあシスター相方の伊坂君の相方の「シスターの週末です」 はじめまして。どうもです、伊坂くん。よろしくお願いします。すいません、お世話になてます。お前、俺も大人やぞ、もう。確かに。なめんなよ。もう傘もちゃんとまっすぐ持つわ。わぁ、でもなんかあれやな。ほんま学校の同級生みたいなのやりそうやな。ほんまそうやね俺はもうほんま学生時代、こいつと、あの、 ゆうくん通称優くん優、うん、くんってやつ佐伯ってやつをこ,のよ <laughs> この4人でずっとつるんでて、えー、もうほんまこいつもうこいつ悪さばっかりすんねんこいつ、えー、マジであの <laughs> あのもう,もう時効やけど全然あの中学生の時に河川敷でね、うん、な,んかなんかライターでなんかまあ火遊びするみたいなのあって、うん、うん、でなんか河川敷ライター遊ぶみたいなのあってあっななんかその。 小枝みたいなの集めてこうやって燃やしてたら川やからさえぐいほど風吹くやんかもう見たことない火柱がハハハハハやばいばいやばいハハいハハ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 いハハハハハかやハハ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 れハハ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 ハやハハ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 のハハ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 ハいハハれハハハハハたハハ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  いや俺はね あのあれ俺白子言わんときやばいと思ってさっき帰ったそうやこいつ逃げようねんすごいなこいつに逃げられたんやほんで俺ライターつけてないけど一緒にやばいやばいって消火活動してた俺は一緒に行って怒られた現場にこいつ逃げたんやうわだから僕ね危機察知能力高い確かにな逃げ切れてるもんな回避できてるもんなこれやかん思ったら逃げるんでねこいつあったじゃ ちなみにその学生時代の井坂はどんな感じやったんですか <laughs> 言っていいですかじゃあ言っちゃってくださいよ。なんせね、まあ、ちょっとなんか俺らと俺らとそのまあユくん佐きとか、うん、おふざけ組と一歩引いてるなって思ったシーンは、うん、あの受験時期ああはい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 。 君の,の家に行って w ーのマリオカートでみんな遊んでたんですけど、ね、ははは夏休み終わってくらいからかなんん受験勉強に専念するから言うてつはこんくなったようなやっぱりねえ真面目なやつなんで、うん、<laughs> す。ねあのー <laughs> ちゃんとこの4人のうちほんま残り3人むっちゃアホやで地元で有数のアホ学校行ってんで俺はこんなやつらと一緒におったらあかんと思ってその時期だけデータ落として中2かな中2の夏でこいつらを一旦切ってこれは一回こいつらとおったらあかんと思ってそう一回勉強専念0しようと思ってっちゃ勉強したな。 ねまこいつはま地元でースのアホ学校にもうそゆうくんも最近も聞いたこまお前あそこ行った終わりや」みたいな学校見てこいつは今あれあの服飾学校に行ってオーダースーツええすごいよ。えそのどれぐらいぶりなその連絡取るのとかは連絡は取ってんだからあの 学生時代は毎月その親友の命日になったら一緒に行くから、うん、よう会ってたけど、うん、まあもう最近全く会ってないなまあ、あのー、こいつの、えー、<っ>バイト先一緒やって俺もその学生時代はもうほんま俺知り合いがおるバイト先しか行かへんから、うん、もうこいつがおるバイト先で働いててで店長の人がおって。うんで もうその店長のこともすごい嫌いやって俺は、うん、そのこいつと一緒に働いてる場合先の店長もすごい嫌いやってまあそのカレーパン屋さやでんやったけどカレーパンをね <laughs> も作んねんけどうん、うん、もう正直もうパン粉つけて揚げたらもう全部一緒やねん別に姿形で<ー>もう俺はもう普通にね別にちゃんとあのカレー のあんを包んで、うん、ピッピッピッってやってまあ見た目多少汚くても別にパンコツけてどうせ見えへんからベ、うん、ーってやってもうとりあえず数作る方スピード重視で、うんうん、ーって上げてたらもう、うん、形が汚いとかベー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 ずっと言われて、うん、でちょっこ,いこの人キャラ嫌いやわみたいなずっと言ってて、うん、で いやでもこいつはもう固くないその店長のことま,ま守る、ね、ああいやでそんなことないま <laughs>、はあいやお前そんなお前が一番率先してビアベモ文句言うやつやんけああこいつと待て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 ,待て,って思ったら <laughs> 思ったらこいつその店長と付き合ってん <laughs> で,<今笑>でまだつなるほどまだ続いてんねはあ<ー> <laughs> すごいねそれ俺こいつに裏切られた気分いやでもなんかなその声聞いただけやけどまだ俺は、うん、なんか通ずるもんある気するもん,なんか俺はあ<ー>、うん、なんか俺は合いそうな気するないやでもめっちゃほやで同じ考えのような気するもんうん <laughs> <laughs> まあっていうことは多分そういうことなんだけどだからんかいつてそんなんかそのこいつと なんか色々ありすぎてす具体的な思い出はあんまないのよね。だって言うたら親友やからそのどのエピソード切り取ればいいか分からんぐらいのうんだか,らその,まあだからその家出の時にこいつんち置いてたりとかくらいかな。他なんかあったっけ俺、お前との思い出。んかあんま思い出せるやつがないねんな,な。んかお前覚えてる飯食ってるお前飯食うてるやろ、お前。<laughs> うじゃこいつお前タ <laughs> タ<一>タバババコココねタバコ吸うてるの、ね、お前,前,前田とこの4人が2乗になんか良かったやん、うん、こいつとの恋い思い出っていうかそのこのグループああなるほど、ねうん、そうそうそう、うん、でなんか,なんかよく <laughs> やってたのはなんかあのそのスーパー、うん 潰れたスーパーがあって夜中そこのえっとね何か言った応不法侵入みたいな形になるけどんかまあ言ったガラスとかめっちゃ割られてるかも地元のヤンキーたち荒らされて開放中にされてて入れるようになってて夜中肝試しででんか奥のめっちゃ奥のスタッフしか入られへんような部屋みたいなのあんねん。 畳とかを引いてててあって寝れるようななススペーそこの奥までタッチして帰ってくるみたいな <laughs>、うんまあ、肝試しみたいにしててで俺と優君と最近行って、うん、でこいつは行って、うん、なかなか帰ってこうへんかって、うん、何してんかこいつと思って帰ってこいでまあ言うと、うん、そのちょっとお化けっぽいからさ <laughs> 場所的に心霊、うん、っぽいから、うん、やっぱりや,やばいやばいって見に行ったらこいつはもうその。<laughs> 窓ガラスとかもうそもそも割れてんねんけど割れてるやつをもうさらに一人でこうやってまっおかしい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 あのちょっとまともではないね君やっぱりいやおもろいねいや一番まともな仕事してんねんけどな今俺がまあそうやね確かにその確かにこいつが その同級生で集まって、まあ、まあそた、まあ、全員学歴低いからね、うん、そのこいつが一番稼いでるんだ今うらこいだからその誰も思ってないけどこいつが一番稼ぐその多分どう考えても俺が一番稼ぐなんだったら俺も思ってて<ー>このメンバーで当然夏からな勉強でフェードアウトするでからねこんな <laughs> こんなアホどもと、まあ、将来的にも関われへんから <laughs>

あーあ,ーまあまあ,あ,ーまあそれはこうやってたつとったからなそ,そうそう<あ>どうかすぎるようなことはしてないけどうんいやーでもまあまあちょっとまた、あ、これう,う使えるかどうかわからないけど、うん、<laughs> このまあこいつもうもう一人あのね一緒にマンションに住んでる、うん、あの仲いいやつをってそれがお前あのヒロウ君の話していいあまあまあ俺はなヒロ大嫌いやから全然いいのしてもらうね。<laughs> 何やったっけお前さひろに嘘つかれたやんたっけなんかお前言うてたやんかど<う><あ>何やったっけなえっとねお、あのー、なんかえこいつの同じマンションのこうでひろ君くんっていうまあ同い年同級生おんねんけど、うん、そいつが、うんえー、まあなんかまあようつくやつでんかえっ、ー、とねなんかお兄ちゃんが、うんうんうん ってんけど、そのひろうくんのお兄ちゃんがなんかあんま家帰ってこへんみたいな。で、おばあちゃん、おばあちゃん子やねん。おばあちゃん子で、おばあちゃんが心配してて、同じマンションやから、ひろうくん知らん、お兄ちゃん知らんみたいな噂さもあって、で、こいつも、いやうくん知りませんでなんか えー、でそっから疲労も失踪したんかなか疲労もおらんくなって。え、そうやったっけ疲労がおらんかって、なんか全然塾で見つかったやんやな。なんかね、あいつの失踪いっぱいあんのよ。はう <laughs> <laughs> <も>失踪するこないえー、だからその失踪して見つかったら塾で見つかったやんな。もうあるし、うん、俺が、あのー、レイジが、うん、小学校の時に自由研究を一緒にしてたん疲労と。ああ、うん。あの、で内容が、 うちの地元の話になるんやけどワンカルあるやんワンカル。ワンカルあるな。あそこの前の交通量を調べるってもうたいことしたよな。おっさんがやることやから交通バイトみたいなことをしてたやつが。うわ、やってたなお前ら、やってたわ。そうそう。で、レイジとヒロが一緒にやっとってヒロが止まった車に声かけられてヒロというかヒロとレイジが。 カルフールってあったやん。あったな、フランスのスーパーな。そうううそそそこどこですかって言われて、ま小学校4年ぐらいかな。まあ普通にやんな口高で言ったらいけるやん。ま回り込んで下降りてたら、ヒロが近いから僕教えますってあいつ知らんおっさんの車乗り込んでいって。あっそうやそうやそうやうそれで地元で問題だって。そほんで、レイジが俺の顔に笑いながら、ヒロが。 ひろが車に乗って連れてかれたそうほんまほんま大…そのほんまにいやマジでほんまそのら見たら大事な誘拐事件みたいなのになって大事になってそんでおかひろちゃんが連れてくれたでおかんとお焦りしてとりあえずカルフールまで行こうってこうチャリであのうちのマンションの坂下るやん ほらあいつジュースかなんかおごってもらったよなニッコニコ笑顔で変わってきておかんぱくあ見つかってけどほんま一歩間違えたらな。ほんでそっつねでよくずあの翌日学校でもなんてそのついていかないでねみたいな。そのあの初歩的なことややった子おるんや。そう読んでな。あれはなさすがにわかるけど。ひろがほんま変なやつ。でもそのヒロー君はね。なんせやばいやつな今。上靴。 右左分からんと吐くようなやつだからそうほんまにめっちゃ抜けてんねん,<ー>なんか無頓何にも無頓着ほんまにこう結構ねぶっ飛んでるコーナーやな、うん、なんかこうパンってしてるそうそうそう <laughs> めっちゃ無頓着なやつ、うん、なんかさ俺が一個聞いてなんかそのえな何やったっけあのお兄ちゃんのさ話し覚えてるお前あのどれやろう兄貴の話疲労のさ兄ちゃんか疲労が何やったっけ疲労が失踪したかなんかであの <laughs> お兄ちゃん うん、お兄ちゃんがなんか探したみたいなやつ何だったっけあれ覚えてるなお前え俺っ俺全然知らんわそれはあんかあったんかなそんな,のえなんか俺が,俺が聞いたんは、うん、うる覚えやけた合ってるかどうか分からんけど、うん、なんかその、えー、お兄ちゃんがむちゃかしこいろな、うん、お兄さんむちゃかしこいね、うん、ああそうやなそうであのー、なんかその地元と出て <laughs> でしばらく帰ってこなくてどっなんかしてるみたいな何してるか知らんみたいなうん、うん でえー、ほんまに俺のこれ記憶違いかもしれないけど、えー、とヒロがお兄ちゃん,なんか何してるか知らんかったけどなんか見つけたみたいな見つけたみたいになのっておうおうあの、見つけたのが <laughs> その<う> AV って出たらしいは、っていうのは聞いて俺ほんまかどうか分かれへん。 いやいやでも俺本人か本人かお前からが聞いた記憶やねんいや絶対俺はしヒロから聞いたけどヒロは嘘つきやから多分嘘やねいや嘘かいや分からん分からんヒロめっちゃ嘘つきやねすごいな確かにでもこの情報はそういえば身近な人がそういうことだってたらもう大騒ぎなパーティーぐらい回るようなうわなんかちょっとごめんなお前の話でほぼヒロ界だったわヒロ 疲労でもあいつ今こっち帰ってきてんねん。あそうなのちょっとどうでもええわ、ちょっと疲労は <laughs> <その S 2> い。疲労の情報どうでもいいええー、わ。次のゲスト、疲労にしちゃったくないちっ,っ連絡先教えたんで。いいやん、それをのよう、まあ、失踪するやつやから、連絡先、うん、そのどこまず、どこ失踪しましたかっていう <laughs> その事情聴取じゃないけど。疲労 <laughs> はマジでそのアホすぎるから、うんうん、なんかそのえっ、ー、とね、地元にね、ナインっていう、なんか、 ビリヤードとかパチンコとかスロットできるとかんそこは中学生でも入れんねんパチンコってできんねんそれは換金じゃなくてメダルに変えてもらってお金じゃなくて中学生でも遊べるようにナインコインっていうのに変えれんねんんかもうほんまコインゲーム感覚になってるパチンコこうやってやってバーって当たりいっぱい出たらコインがナインコインってなってこのナインコインは で売ってる軽食とかに変えれんねん、うん、あジュース交換とかな。チャーハンとかあ,<ー>、えー、あとメダル2個でどん兵衛とか3枚でチャーハンとかお菓子1枚でお菓子とかいろいろもうちょっとレート高かったから5枚でどん兵衛とかそん,そんぐらいででこいつはあのこいつほんまずるやつやから。うん になんかそのじゃあ実質さ、どん兵衛って多分,、えー、多分200円ぐらいさゃ、ね、大盛り。うん、200円ぐらいやん。やそれをに帰えれない、例えば5枚で、えちゃあ2枚でど、うん兵衛帰えれるとしたらさ、まあ、実質もう、ナインコインは1枚100円の価値があるやん。っていうの、普通、まあこう計算か,からか。うん、で、こいつは広、アホやから。<laughs> こいつは広にそのナインコインそのさ言うてこれお金じゃないやんか、うん、これ持ってても別に現実社会で使われへんやんかそうやそのからそのナインコイン俺あの10円で買うでとかって広<う>から。 実質そのナイン上だけでナインだけでは100円の価値があるナインコインをこいつは広から10円で買って、うん、こいつはどん兵衛食ってうて、ん、広は20円でよっしゃ現金やって,てもうこいつマジで悪いや,やばいなお前 さ、僕のさゲストやねからもうちょっとええ話ないんかお前俺のお前はほんまに疲労にずるいことしてたなお前もうちょいええ話ないんけこれはでもいじめいじめとかじゃない普通に仲いいから一番でも疲労がアホやということをついてだ取扱説明書を聞くにはもう一番聞いたらもうずるいこいつずるがしくもうちょっとええ話ないのいやないのないよそのお前お前でもほら俺のおかげで助かった話とかさ <え>あるやろなんかあるか俺、その別にないですよ。お前のおかんには助けてもらったけどなああ。ああ、そうかそうか、そんなこと言うか分かった分かった。じゃあ、今からお前がバイト時代飲み会に何回ずれたか、どんだけ粗相したか、全部話したほういい。うわぁ、うん、でもそれをもうかばっ。いや、でもまあ、ああそれはもう、まいそうないけど、一回確かに俺は救急車に運ばれた俺は。はい、えー。ああ、バリバなかったな、でも。まあ、でもまあ、こいつも。 あの自分でゲロ吐いて自分にかかって肩にかかってべちゃべちゃその上に履くから自分に全部かかってゲロに溺れて一回死にそうになったことあるけど、うん、<laughs> あ,あれは死んだなんていんだそのこういうお年寄りとかてじゃないあれは死んだな確かに <laughs> こいつはそうです何かホンマでも腐れえんって感じやな何か一番も地元に。うん の友達のアホなやつとか、そこいつだから余計なこと言うて、こいつ出したくなかったけど、毎回来んねん、俺いつになった俺出したい。こんなんあんま出たないやん。まあ、確かにな。こんなネットのせられてさ、こいつも出してくるやとか余うから。そらら、お前、親友が頑張ってんねんから協力したいやん。あっちあっちほら、あっちい、ただい、たい、い、まあでもまあ、こいつに頼まれてんのが、そのこいつとその店長が結構、 まだつけってるか結婚したら、うん、余興を来てくれって言われてるほう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 ピンゲー<れ> <laughs> ええそう前もで <laughs> もちろんそれはもう相方さん週末くんもあほら言われたもうすごい指名かかったいやでももうマジでほんまに3万だけ俺絶対払わんからな 修儀は,は払わない。修儀はちょっと俺も死ぬで。ああ、の、<え>それはね、伊坂んが6万進んでくるからいいや、それは絶対払わんし。まあでもね。な,んなら、何な,ならちょっとギャラ欲しいけどな。そのやっぱどうせなんかネタとかさせられんねやろああ、でも俺も全然、こんなめでたい責任を折れるなら俺は全然出る。まあまあまあ。ちょっとまあ、その、ちゃんとあの、君は別に親友ですけど、あのね、なんか、その、まあ一応吉本のタレントなので、あの、事務所を通して。 あの金額を提示してからお願いします。はい、闇営業じゃあかんの。<laughs> はい。ダメです。<laughs> お願いします。まあでも俺もそれやったら絶対出るよ。<laughs> あーほんまに。うん、絶対出ろ。そのギャラが発生したら。あ違う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 。<laughs> 俺、俺、俺、別にそっち側に使ってないから、俺、俺、まだクリーンで行くって決めてるから、あ,あ、そう。クリーンで行くってあお。俺はあなたたちと違って、クリーンで行くとて、ね。えでもなんかあるやん、あの、なんか、えー、5万円以下は直でみたいな、いけるみたいなシステム変わったよ。あそあ、でもな、その金、吉本って、なんか、 俺も一回あってん結婚式の余興のやつああああ頼まれたんでこの最低の金額があってこれより下回るその俺らのギャラやとその広告ができませんってだけネットとか写真とか一切全部なですああ,あ,あそうねそうだけこれより高い額やったらそのネットにこう例えば写真アップされた,ったりしても大丈夫っていう話だしああああああだまあまあちょっとあのねあのちゃんと吉本通して結婚の余興は頼んでくださいお願いねまあ考えとくわはい ありがとうございます <laughs> いい友達やなぁもうまくされへんやんかまあそうやなこいつはそうやなアチーなまあ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 またね<う>まあまたべし行子やもう俺が怒らなあかんのやろ <laughs> うり、ん、ゃもうお前が金持ってるやつ金持ってるやつが、えー、<laughs> いやだからまあその売れたら別にその俺別にしこたま金持つを出すわんやん絶笑いながらポリポリしてたないつやね、えー、<laughs> いつの話やねそれ <laughs> もうそんなそんなもんわかりません 俺がモの噛まれへんとかそういうのやめてくれもんね。とりあえずまあまあ、またお願いね、ごはん。モノ頼むときの態度ってもんがあるや親友といえど。ほな、ほなね。ほなね。はい、あざす。ありがとうございました。頑張って。いやー、ほんま親友って感じでしたね。なんかまあ、ほんまこっちちょっとやばいから。 ほんまに、こいつさまあ、ま、あその、小学生の時のかわいいガキンチョのいたずらやけど、うんうん、まあまあ、このコンプライアンス厳しい時代言われへんこととかもや、<ー>こいつ山ほどしてるから。そう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 。だけど、あれやな、ほんま子供のまま大きくなっっっじな、こたみたい感こいつ、少年やな、ほんまにガキ。だってもうなんか、すぐ、まだだ,だっていまだにすぐとか、すぐ死ねとか言うこいつ。うん <laughs> さっきももなんか話最初、挨拶したいと思ったけどさ、もう口大きく開けて楽しそうに話してんのやろうなと思ったもん顔わからんけど、大体の顔よ予想ついたもん。ほんま、見た目めっちゃ猿ルサル。サだな。ほんで野球部ってな。まんまやねんな。そうそう。絵に描いたような。ほんま、絵に描いたような少年や。いや、でもいいゲストやったな。出したくないゲスト出してしまいましたね。ままままああああはいはい。 ま次回は君がな、な君の番だね。そうでね。まあでもそろそろな、ちょっとま、着きてくるから、まあ、どうにか、ちょっとあの、人集めしますわ。ちょっとどうにか僕は。あ<ー>あ<ー>、何かしらな。何かしら。まあまあということで、はいはい。はいえー、第十二回,、ね、回。第十二回。だね。ありがとうございました。ありがとうございました。したデブエット頑張ります。はいはい。バイバイ。